ございますよ、ね、よろしくお願いします。マキアのトゥーワー、ね、はい、まあね、あったませんけどね、はい、ということでよろしくお願いします。さて、久しぶりにね、ネコネコにネタをやるということなんですけども、はい、大丈夫ですか。ちょっとね、ネクタイ変わってませんか。もうさっきもうあれだけ文句言われたら、ちょっとやっぱりこうしようかなみたいな。なるほどね、超ネクタイでね、覚えていただけたんですけど、やっぱりね、はい、やっぱこうなんか皆さんじっと見てますけども、やっぱ僕拍手が欲しいので、もう一回拍手の歴史やるんですか。ありますよね、はい、お願いします、拍手。やっぱり我々が出た段階で拍手が起きてほしいなっていうのはありますので、確かにね、だからやっぱもっと売れたいなっていう感じがするんですよ。あ、売れたらどういうことしたいですかね。僕ですか、はい、やっぱね、女優さんと付き合いたいですよね、この顔で女優ですか、ね、売れたら、売れたら誰と付き合いたいですか。あ、僕ですか、はい、今俺若手のホープの荒垣結衣ちゃんとかね、かわいいですね、実は僕もね、荒垣結衣ちゃんマジっすか。レモンギューレモンギューって空気を読みましょうね、ご分かりますね。まあ、そんな荒木ちゃんに今日はですね、はい、ラブレターを書いてきたんで、僕も実はですね、手紙を書いてきました。私ですね、レターね。じゃあ今日皆さんの方にこう、はい、今から発表してジャッジしていただこうということで、ね、よろしくお願いします。よし、じゃあ行くよ。よし、じゃあ僕からいきます、はい、ガキ、いきなりあだ名でごめん。失禁、いきなり漏らしてごめん。漏らすジョバジョバッツ次ですね、自己紹介、はい、僕はマキ、本名は昭和ドアに季節の木でマキ、これは本当なんです。僕の名前は智之、方角の下に数字の4、純粋の順で平40。違う何の空だ、冬の空だったんだよ。本当に冬みたいな。字が汚くてごめん、ちょっと緊張しちゃって。字が汚くてごめん、ちょっと左手で書いちゃって。右手でじゃないよ、右手で。僕の趣味は人形集め、深夜誰もいない部屋で集めたアンティーク人形を眺めるんだ、なんてね、かっこ悪い。僕の趣味は人形集め、深夜誰もいない神社の時に友達と笑いの声をしてくれ、かっこ呪い。怖えよ。それから道具した人形は僕からのプレゼントってちょっと臭かったかな。それから道具した魚がホッケの紐を取ってちょっと臭かったかな。臭いの意味が違うの。かなり臭い。いいな、先進む。僕たちの相性について書きます。相性はバッチリです。僕たちの相性について書きます。相性は25歳の時、一世風靡セピアとしてデビュー。最近は V シネマの帝王と呼ばれている。それ相手はそうだ。ラッキーアイテムはゼブラ。それ大丈夫ですか。ラッキーストーンはシャロンストーン。お前いい手がですよ。いいか。僕の願いを聞いてくれたら、君の膝枕で眠りたい。僕の願いを聞いてくれるかな、君と北枕で眠りたい。でも僕には君に好きですっていう勇気がない。でも僕には君に好きですって勇気がない。いいよ、好きですなったらいいな。あー、なんだか気分はブルー。あー、なんだかイエローは黄色。なんだイエロー。 PS、 よかったらこの手紙に返事をください。 PS、 よかったらこの手紙を5人以上に送ってください。おー、いいぜ、どうも。